ですね、ネタがありません。ネタがないんです。どうしますよ今日は。 Google ですかね。 Google 先生ですか。 Google 先生ですかね。はい、任せてください。ありがとうございます。 OK Google。 楽しい外遊び。ちょっとやばいじゃないですか。何だ。はい、一番最初っすよね。一番最初です。鬼ごっこです。鬼ごっこのルールです。はい、鬼ごっこ。鬼が子を追いかけてタッチする遊び。え、鬼は、鬼っていうのはどういうことですか。はい、じゃあ遊び方。はい、じゃんけんなどで鬼を決めます。はい、10まで数え終わったら子を追いかけます。子を囲う、じゃあ子は鬼から逃げます。はい、はい、鬼がこの体にタッチすると鬼と子が入れ替わります。え、君の名前。コツとポイント。おコツコツ、 コツ。鬼ごっこを始める前に逃げられる範囲を決めておくと良いです。決めておかないと子は遠くの方に逃げる。鬼ごっこが捕まらなくなります。サブルール、小さな子供も一緒に遊べるようにタッチされても鬼にならないというサブルールがあります。全然つまんないそれ。どういうこと。このことをお豆、お味噌、味噌かす、油飯と言います。味噌は愚痴ってんじゃん。めっちゃ体の前で腕をバッテンに組んでバリアというと鬼は子にタッチできないというサブルールがあります。いやーい、以上、行こうぜ。いいよ、おいくるよ。最初はグッドなんでバッカはいない。お前ね。おい、行こうぜ。じゃあ10秒いきます。1、2、3。嘘だろお前。で待って、3だよしかも。俺待って、バリアルール聞いてない。バリアルール、バリアルール聞いてないよ。バリア機能はね、1回にします。バーバーどんな映ってんだ。バー一回タイムバリアしてます今。どうすんの。ゲスケゲスケ。さあ行きますか。俺は無理だよ。早いんだよ。どうぞ。しだっけじゃ。はい、まだ鬼になってないやからが一人いるんだよな。もう帰れ、俺汚れたもん。あってもう汚れたもん、帰れ。どうしたよ。じゃ、日頃の恨みあるかな。髪やばいね。ふざけんなマジで。まだふざけんな。ごめん。これはライアーゲーム。ダブして何がね。6、7、9で。範囲入ってた範囲。3。これどこ当たったの。5、6、7、8、9。じゃあこれ何が終わりだろう。ねえ、これ何が終わり。終わり方が分かんない。何が終わりなのこれ。終わり方書いてなかった、あれに。
終わり方教えて、鬼ごっこの。Google 先生で。OK、Google。鬼ごっこ終わり方。鬼ごっこ終わり方、早く。両手親父おー終わりこの動画もしよかったらでうるせえこの動画もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、じゃあ